你好吗？我是都市隊長陳道剛造。欢迎欢迎ヤッホー都市隊長だ。なあ、今日はね、魚の釣りにね、流し台にやってきました。なあ、このね、なんかしょぼいグラスロッドにこのダイソーのジグをな、ちょろっとつけてな、早速何が釣れるかやってみましょう。それさあ、何が釣れるかな、今日は。なんか引いたか、なんか引いたか。釣りゃ、お、なんかかかってるぞ。お、なんかかかってるぞ。お、なんか釣れるか。いやー、重いよ、これ。あー、釣れたよ、これ。なんだ、これ。お、釣れたよ、これ。石持ちだよ。しかも4匹だよ。すごいね。石持ちが4匹も釣れたよ。ね、ファンユイゲットだよ。ね、イアルサンス、ウロン茶、ジャスミン茶、アグネス茶んだよ。ね、やりましたってことでね、今日はね、この石餅を使って中華風の甘酢あんかけをね、裏技いっぱいでね、公開していこうと思います。お楽しみに。はい。でね、だいたいね、野菜の方を切りました。適当なんだけど、今日は玉ねぎと椎茸とピーマンと長ネギと人参のチョウチョですね。うん。あとね、タケノコとか入れてもいいし、まあ、いろんなピーマンとか入れてもいいし、まあ、なんかでもね、好きなのをね、自由に入れればいいと思いますよ。はい。じゃあね、早速ね、石餅、パンよりさばいていきましょう。まずね、これ、鱗をね、取ります。スーパーで売ってる魚だからあんまり鱗ないんだけど、まあね、鱗、これね、まな板が汚れるんで、こうシンクでね、やっちゃってもいいと思います、ね、こんな感じでまずね、石餅の方ね、鱗をガッツンガッツンね、落としていきます。両面しっかり。はい。じゃあね、鱗の方が取れたらね、こっから裏技なんだけど、こう枝のとこにグッとね、手を入れてやって、で、ここに割り箸、ね、割り箸を突っ込んでやって、これをね、ギュ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 ッとね、取ってやると、エラが簡単に取れて、内臓の方もね、あらかた出てきます。これね、裏技だよ。ほい、じゃあね、エラと鱗取ったんでね、腹の方、まず包丁入れてきます。で、ここにあるもの、残ってる不純物を、きれいに洗い流します。もうね、ガッツンガッツンガッツリなでね、ガッツリまで取って、もうここまでね、もう流れ作業でやっちゃってくださいな。ね、これを腹を落として、で、水洗い。で、水洗いするときはこういう血が残ってるんで、ここきれいにね、割り箸でもいいし、割り箸でガシガシガシとこのところ、血が残ってるところ掃除してやるといいと思います。はい。じゃあね、早速開いていきます。和食の時は、姿揚げするときは、このね、ヒレをこう包丁を入れて、上から開いてあげるんだったよね。でもね、今回中華なんでね、ちょっとだいぶ違ってきます。まあこれちっちゃいんでね、そうだな。まあ食べやすい感じで、これを開いていきたいと思います。そうね、何等分。うん、3等分にしよう。まずここに包丁パッと入れて、中骨まで当たったら、中骨に沿ってね、ぐいぐいぐいっとまっすぐ。あ、これね、小さいから2等分にしよう。入れていきます。でね、さっき切ったここ。ここよりちょっと離れたところから、またまっすぐ、直角に包丁入れていきます。で、骨が当たったら、がっつりがっつりね。よっと。これを、まっすぐ、今度頭の方に向けて、こうやって開いていく。こうすると、まあ、魚がこうやってね、開
開くんですよ。で、反対側もね、同じようにね、引っ張るのがやりやすいかな。で、まっすぐ。中骨に当たったら、まっすぐ、こっちを入れていく。で、またまっすぐ入れたら、中骨に当たったら、まっすぐ、中骨に沿って、こっちを入れていく。よっ。なんかやりづらいんだけど、まあ、こんな感じでね、こういう風に、バタフライみたいな感じでね、見えるかな。こんな感じ。こんな感じになります。まあ、こういう感じだね。こういう感じ。こんな風にやっていきます。はい。じゃあね、水気の方をね、拭き取ってやって、これ、カタクリーナいきます。カタクリーナ。ね、カタクリー粉をね、入れて、まあ、これを、よくね、こういうヒレとか、しっかり、こういうね、エラとか、こういうエラとか、こういう骨の間とか、まあね、こういうとこにね、もうがっつりがっつりつけてってくださいよ。ね、がっつりーなでお願いします。がっつりーなで。こんな風にね、石持ちの方、片栗のがっつりーなでね、つけたらね、少し放置しておきます。でね、このね、放置してる間にね、金あんのね、甘酢あんを作りましょう。はい、じゃあね、甘酢だれ、単通の方ね、作っていきます。まずね、砂糖これドバって入れちゃうよ。ね、結構入れるよ、砂糖。ね、ダイエット中だから砂糖はって言うかもしれないけどね、ぜひこれぐらい入れてくださいよ。ね、砂糖が一杯入りました。で、これ、今回ね、米酢使います。米酢も一杯。砂糖と酢は同じ量でいってください。それとね、水もいい。で、浄水もね、同じ量でいってください。それでね、醤油でいい。醤油は色で入れるんだけどね。ほんのり色づく程度。うん、これぐらい。で、塩ね、一つまみ。で、今回は、ケチャップ入れよう、ケチャップ。はい、でね、ケチャップ。ケチャップね、ケチャップもこれ色で、結構入れちゃって、わーっと入れちゃっていいんだけど、ほんのり赤黄色がつく程度。もうちょっと。結構ね、がっつり。うん、まあ、これでね、色がちょっとつく程度。うん、オッケーオッケー。ね。酢がね、1に対して砂糖が1、同じ量を入れます。で、醤油とケチャップは色で入れる。で、塩をちょっと隠し味で一つまみ。もうこれだけです。でね、あとちょっと今回魚やるんで、ちょっとだけお酒。お酒ちょっとだけ。で、これで完成ですよ。甘酢のタレ。これね、ちょっと視聴者様からね、リクエストあったら本当ありがとうございます。ね、やる機会がね、できたよ。ね、こんな感じですよ。で、よくね、混ぜて。よく混ぜて、これで完成です。甘酢あんかけのタレ。簡単だよ。はい、じゃあね、早速油コーナーでーす。ね、行きまーす。油の温度がね、だいたい170度。160度から170度でいいと思います。まずね、頭の方をちょろりんな油につけてね、頭の方を上げていきまーす。で、ゆっくり、まずね、頭の方から。ゆっくり着地させるっていうやり方で。まあね、こんな感じで上げていきますよ。頭の方から。頭の方から、ゆっくりね、上げていきます。参ってよ。映像が止まっちゃって動画全部ダメになっちゃったよ。唐揚げとあんかけ作って盛り付けたとこ。でね、唐揚げは170度でね、8分から10分揚げた後にね、二度揚げで2、3分揚げてください。すいません。ちょっとね、悔しいからね、もう食べちゃった後なんだけどね、甘酢あんかけだけもう一回ね、材料あるんで作って説明します。じゃあね、悔しいからね、もう一回あんかけだけ作りまーす。ね、さっきすげーうまくあんかけいったのにさ、ね、だからね、2回目だからちょっとね、量は少なめになっちゃうんだけど、
見て参考にしてください。ってことでね、油切れたな。で、鍋にね、油を鳴らします。そしたらね、玉ねぎとね、椎茸これ入れていきますね。パタッとね、もうなんていうの、油がね、馴染む程度でね、油が馴染む程度、これ量が少ないからね、もうすぐできる。で、さっき作った甘酢のね、半かけの残りつきます。甘酢はさあ、2回目の甘酢あんだからね、さっきより美味しくしないとね。まあ、これあんかけ作って取っといてもさ、チャーハンにかけたり食べたりさ、こうちょっと卵焼いてちょっとさ、甘酢の天津風みたいな感じにして食べてもいい、結構さ美味しいし、まあね、そんなにね病んでないですよ。うん、結構ね慣れてるんだこれ。まあ人間ね、やっぱりね、こうなんつうの、やり直しってのはね、くんだよ、いくらでも。人間ってのはね、やり直しってのがね、くの、もう未曾有の世界だよね。だからね、言うならば、これはね、未曾有のね、あんかけなんだよ。うん。で、まあ、こんな風にね、ワクワクしてきたら、ちょっと力離して、から離して、ここでとろみを入れる。水溶き片栗。あんまね、ワクワクしてるところにいきなり入れちゃうとダマになっちゃうから、火を弱めるか遠火にして水溶き片栗粉を入れてやって、これでとろみのね様子を見る、そういう感じで、こうワク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 してきたら、ね、もうがっつりがっつりとろみがついてきたら、ごま油を鍋肌に入れるね。で、こうやって焼くの。中国語でシャオって言うんだけど、こうやってね、油を周りにやって焼くので、これで香りとね、艶を出す。こんな感じで、ほら、綺麗な艶でさね、これでね、さっきの魚にベタンってかけるんだよ。はい。でね、これが、甘酢あんかけ、作り方でーす。いやー、参った。ね、リゼロの世界だよ、リゼロのね。はい、じゃあね、こんな風にね、魚を皿に泳がせて、上からあんかけをかけて、適当に、飾って、こんな感じに仕上げまーす。はい。ね。できましたよ。ね。やっとね、テーブルコーナーに運んできたよ。ほら。これね、タンツーファンユイ。ね。さっきさ、ピーマン入れるの忘れてさ、さっきさ、上からピーマンこう振りかけたんだよね。まあ、こんな感じでさ、なんかちょっと本格中華っぽい感じに仕上がったんじゃない？ね。すごいよね。それと、今日は、白飯だよ。白飯、炊きたて。ね。まずはビールだよ。ね。また今日も桜の宴だよ。これ相当気に入ってんな俺。うん、行きます。あー、うめえね。早速ちょっとね、一人の晩酌にしてはちょっと豪華すぎるんだけど、まあね、行ってみますかな。もう食うことしか楽しみねえからな。もうね、釣った魚を食う、もうこれだけに、これに尽きるよね。でもなんか今日は魚釣ったっていうか、なんかね、ちょっとやらせに近いもんがあったんだけど、行きます。うん、うんまうんうん、うまい。これね、頭も全部食えんね、これね。うん、甘酢の塩梅もね、すんごくいいよ。うん、もうね、日本人の男だったらね、魚は頭からいけって言うんだよな。じゃあ行きます、頭から。うん、うん、香ばしい。うん、うん、いやー、パリパリしてね、うまいよこれ。
ビールにも合うね。ご飯にも合う。うん。もうね、ビールにもね、ご飯にもね、合う。最高。うん。ハウツー、ハウツー。うん。いいよ、タンツーファンより。うん。って感じでね、今日はね、今日も一人でゆっくりこれを楽しむんで、みんな、さよなら。さいちん。乾杯。狭間乾杯。ああ。チャッチャチャンネル登録よろしくね。